Hi everyone, this is Takako Tokiwa. 皆さんこんにちは。海辺の映画館キネマの玉手箱でその池江子役をやらせていただいております、時は高子です。ジャパンカッツで2018年の花形に続いてまたこの映画を上映していただけることを大変嬉しく思っております。皆さんにお会いできることをとっても楽しみにしていたんですが、世界中が悩まされているこの状況下で、お会いすることが叶わなくなってしまったんですけれども、また皆さんにお会いできる日を楽しみに日々生きていこうかなと思っております。この海辺の映画館キネマの玉手箱は広島出身の大林信彦監督が描いた映画なんですけれども、映画という常識を超えた映画で、もしかしたら映画というもののこう固定概念みたいなものにとらわれている人たち、まあほとんどの人がそうだと思うんですけれども、多くの人たちが戸惑われると思います。日本でもやっぱりそうなので。でも大林信彦監督の面白いところは、そういう映画という壁ですら飛び越えてしまう、もうだから現代アーティストとして捉えていただけるとすごくしっくりくると思います。映画を常識を超えた映画をぜひご覧になってください。それでは海辺の映画館キネマの玉手箱ご覧ください。